よ。じゃあいた、腹痛いてんだよな最近。病気？いやわかんない、マジでずっとお腹痛い。あの胃腸薬でも飲まないといけないぐらいの感じ。あー結構ちゃんと痛いやつだねー。なんか胃腸炎かもな。あんた病院行きな。行った方がいいっすよね。行った方がいい。それは別さん今日何してたんですか。今日はいパチンコでしょ。あ暑いっすね相変わらず。ちゃんと並んだよ俺ちゃんと。あの朝から、うん、ちゃんと仕事。あ、そっかそっかそっか、そうだったわ、忘れていた。今日はパチトークの日でしたね。たそう、朝から並んで夜までちゃんと打って帰って格ゲーする。あーいいね、完璧な完璧な大人、二足のわらじを履いてんだ。プロゲーマーとプロスロッター。そう、俺だけはねダブルプロだから。どうなんすか最近、分かってるんですか。それ聞いちゃう。はい、結局積もれず、はい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 、ハイエナした北斗で、はい、52連。52連え、52連っていくら、何枚？5700枚ぐらい。え、出したことないよ。やば、12万ぐらいかな。うん、えぐいね、引き強いねあんた相変わらず。いやーでもね、久しぶりにこんなね一発で出したからね、うん、もううまいもん食ったおかえり。さすがにね。さすがのエータもいきなりステーキ。あ、俺さスロット買った時の飯肉派？肉派、俺超肉派。俺寿司なんすよ。寿司はねやりすぎなんすよ。寿司ね、あの無限だから値段が。いやいや4000円ぐらい。あでもそんなもの抑えるんだ偉いね。ちょうどよくない？ちょうどいい、うん、ちょうどいい値段。てか行ってんの最近？ここんとこ行ってないですけど、まあ、うん、ぼちぼちスマートスロット打ってますよ。あスマートスロット打ってる。みんな知ってんのかなスマスロ。今ねもうメダル使わなくなったんだよ。そう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 、革命的時代になって、ついにスロットといえばメダルを打って遊ぶみたいなのが普通だったんだけど、うん、もう今ねメダル出てこないから全部液晶。どう、好き嫌い、どっち？スマスロ、うん、あのメダル出てきた方がいい。いや俺はねメダルさ汚れてるとこってめっちゃ汚れてんじゃん。あー汚れてるね。嫌なんだよな。まあその気持ちはめっちゃ、あのね店によって打ち終わった後手真っ黒になるのよ。そう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 、俺だから定期的に洗いに行くよ。お茶さんと打ってる時なんかすげえ手洗ってたわ、うん、あでしょ、なんか嫌なんだよね、まあ、多分だから勝てないんだなと思った。うわうざ、自ら運を落としてんだよ。言うよねみんなね、席立たないことをさ誇りにしてる人いるじゃん。6つ持ったら僕休憩5分しか取りませんでしたみたいな自慢される時あるもん。ああるね、あるよねやっぱね。俺ガチガチの期待値打ちしてるんだけど。はいはいはい、期待値打ちっていうのはまああれですよね、このゲーム数から打ったら熱いとか、そう設定が入ってれば熱いみたいな、うん、そういう話、ね、そう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 、うん、するんだけど俺めちゃくちゃあのオカルティックに打つから。オカルティック？だって右手で打ってるじゃん、うん、ここでバタフライエフェクトを使って左手で打てば本来なら終わるはずだけど継続できるとか。俺マジで一人でやってるから。あるある、それはマジである。やるよねこれ。俺リプレイ打ちってのやってて、あのリプレイをもう一回引きたいとき、ちょっと専門的になるぞけどさ、あのリプレイ連続で引いたら熱い台とかあるじゃん、カラクリサーカスみたいな。ある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 。あれはマジでリプレイ引いた後すぐにレバーをオンして、最速でレバーをオンしたら同じフラグ引けんじゃないかっていう。ある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 、説がある。あの多分誰しもがねオカルト思ってんだよ。俺はだから足を組んでる時はこの足を組み替えた瞬間に流れが悪くなるっつって、どんだけ足うっ血しても俺足組んでるから。あるね。俺が一番効果あるなっていう打ち方があって、制約と制約打ちって言うんですけど、今ここでベル引けなかったら俺の寿命半年縮まるみたいな思いながら打つと。結構制約重いね。そう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 。あでも今の心で思ったから脳幹みたいなさ。勝手に自分で制約決めて、ね、今のちょっと脳幹みたいな、それを繰り返すんだよ。スロックス脳焼かれてるからそれでやるんだよ。やるやる、みんなやると思う。みんなやってると思うよ。いやでも今暑い時代になりましたね。始まったねスロット、コロナ終わって。えめちゃくちゃ人多くなってるよね多分。多すぎる。なんか普通に平日でもね人超多いんだよ最近。あそうなんだ。1日2日前に秋葉にさ、その、うん、アケコン の, そのゲームのパーツを買いに行ったんだ。はい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 。でそのウノっていうパチ上がるんだけど、うん、基本昔は人全然いなかったの。あれか、わかる。あれだよね、あのラジオ会館のとこ出たとこにあるやつだよね。そうそう、ラジオ会館左のとこだよね。そうそう、あるね。いや人超多くてさ。えウノに？ウノね、モリモリだった。マジかよ。俺ちょっとふと思い出したんだけどさ、うん、ハイエナということをしてる時に、要はその美味しい台があったら打つっていうことをしてる時にさ、まあ、ハイエナね、まあハイエナって言うと語弊あるじゃん。ライオンでもいいじゃん別に。
なんでハイエナなんて嫌な言い方すんだよ。ライオンでよくない？確かに天才じゃん。ライオンって言えばかっこいいね。今日からライオンで統一してほしい。ああ、エイタ君ライオンだ。だから結構前だけどライオンしててさ、うん、いいだよ見つけて座ったんだ。そしたら多分それ狙ってたっぽい若い兄ちゃんが後ろからやってきて、うん、別に俺走って撮るとかじゃない、普通に歩いててあこの台いいと思って撃っただけだよ。はいはいはい。椅子ガーン蹴られたんだよ。やばっ。でそのままどっか行ったんだけどさ。じゃあ同業でしょ。でもそれってそう同業だと思う。忘れもしない化け物語の630ぐらい忘れもしない。化け物語って今あるんですか？あのね今はない。また出るらしいけどスマスロかなんか。あー偽物語ね。そう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 。何も動じない感じ言ったけど心臓バックバクだった、うん、これ今俺見せてたらやられるみたいな。まあ縄張り争いなんでしょうね。そう。なんかないのそういうさ店でのトラブル。店でのトラブルっすか？ああなんかないの。いや俺ないなマジで。あないんだ。うん、なんかよほどマナー悪かったんじゃない？風邸が臭すぎたとかさ。風邸は多分あのあれね、爆災とかあの店員にガリガリメガネって言われてたよ確かに。そうじゃん。あだ名は、うん、じゃあ多分もうガリガリメガネだから蹴られたんだよってさ。こいつなら蹴っていいと思われたの。うん、確かにあいつガタイ良かったわ。ちょっとなんか茶髪だったし。うわ、聞こえてきたわ。でも今さ多分昔よりさ、うん、めちゃくちゃ負けない？バルブレイブっていう台があんのよ。もうスマスロの先駆けみたいな。フェイテを作った台だね。そう、今までなんか規制が入ってたよのよ一時期、うん、出玉制限みたいなのがついにできてスロットに出すぎないようにって感じだね。そう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 、なんか社交心を煽るから枚数制限みたいなのがあったんだけど、うん、それがもう取っ払われたみたいな台。うまえ、うま、え、二人ともやる。二人とも遊んでいたわ。いやスロットの話したいから、あの気にしないでいいよ。あーごめん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 。強いな。あの台しかりだけどさ、うん、バルブレイブしかり、あの極悪メーカーさんのあのカタクリサーカスしかりですよ。あのクソ台がよ、あのクソ台がよ、マジで。うん、俺体力持つんかなって思ってんすけど。あの多分日本の国民はどんどん痩せ細ってるよ今。そうだよね。なんか俺スロットに来る客だんだんなんか痩せてきてる気すんねんの最近。あーあれは痩せるよ本当に。ガリガリのなんかメガネみたいなやつしか来ねえからさ。お前やないか俺じゃんそう本当になんか厳しい時代にはなった気する。おもろいけど何が一番ね終わってるって、うん、おもろいのよ。おもろいんだよな。ちょっとみんな打ってみてほしいわ。カラクリサーカス、カラクリサーカスっていう台があってさ、荒いのよ。ただね歯車が流れた瞬間にもう全部許しちゃうの。そうそうそう。なんかねあのいわゆる AT っていうね、なんていうんですか、大当たり中の曲がさめちゃくちゃなんでだろうね。だいたいさスロットのさ大当たり中の曲ってさ、うん、BPM 速くない？速い。テケテケテーテーテケテケテケテーみたいな。そう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 。あの曲がさ本当になんかやってる感なんだよね、うん、多分脳内麻薬出すあのリズムになってんだよあれ。そうだな。あの台うざいんだよ。踏み入っていい？みんなごめん、いいよ。ちょっと踏み入りたいんだけどさ、運命の一撃、うん、あ来た。そうそうそう、あの台の全てって言ってもいい上位 AT に 50% で入る運命の一撃っていうのがあるのよ。もうそれがさひどいんだよね。あれひどい。人間だったらあれは作れない。まともな人間だったら人の心を持った。8万円ぐらい入れて、うん、レバーを叩けっつって 3、2、1、バリンって画面、あの画面が割れて終わるんだよ。あれと一緒にさ台殴ってるやつ絶対多いと思うんだよね。俺3日前ぐらいで見た。見た？バリンガ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 ン3、4回出た。あれムカつくんだよな。散々なんかジジイのチャンスゾーンやってさ、うん、やっと入ったと思ったらさ、あんな仕打ちねえよマジで。8万円ぐらい使って1000万円ポッチもらってさ、やってるね。でも入ったら5万円がね 50% でループすんだよな。5万円が 50% でループって日本語として絶対間違ってるもん。やばいよね。うん、本当にそうなんだよ。過去にそんな台あったか。5号機ですらさそんな荒い台なかったよな、うん、ないない。だから今はマジで終わってる。終わってるよね。でもね終わってるのって楽しい。僕やっぱ養分なんで。お茶さん養分だね。そう、順増が早くて爆裂に音量でかくてビチ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 みたいな台好きなんですよね。だってあのカラクリサーカスで上乗せポンポンポン、そうそうそう、ショーダウンポーンって書いてある。あのクラブで使われる音流れてるんだよ。流れてるね。あれマジでね脳みそ壊れちゃうよ。
あれ作る仕事楽しいんだろうな。気持ちいいだろうね。あいつらバカだからこの音でよくねっつって。だから俺逆にだからカバネリとか鬼武者みたいな、まあちょっと甘めの台あんま歌うんですよ、まあまあまあ、俺もそうだよ。あ、打たないんだ。でも、エイトさんは期待値稼働でしょ、いわゆる。期待値稼働なんだけど、うん、設定狙いにカッコつけて、うん、うん、この店はカラクリサーカスって打っちゃう。はいはい。この店はゴブリンスレイヤーで何も知らないのにって打つ。ゴブリンスレイヤーで、ね、なんかそのゴブリンスレイヤーっていつも荒いんだよな。どれやり？ナイスナイス。うわ、裏から打たれたやつさ。やばい。それはやばいで。俺地獄みたいに散るんだけど。俺も地獄みたいに散る。あ、モブリス、俺死にました。待って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 、こっちだった、こっちだった、こっちだった。マジかよ、ナイス。うん、裏裏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 。あ、そうだ、湖でお回復できんだ。俺水からあいつを攻めるわ。陸から攻めるわ。オッケーオッケーオッケー。パチンコ打つんすか。パチンコはマジで呼ぶ打ちしちゃいます。私、え、打ちました、シード。打った。どうでした。クソクソよな、全然良くないよな、シード。いや、俺ね、ユニコーンからハマったんで、またパチンコに。わあ、わかるわかる。ユニコーンにと同じ期待を込めて打ったら、うんち出てきちゃった。シードのためにわざわざアニメ見たのにさ。気合入ってるね。気合入ってる。パチンコのためとか知らないかもしれないけど、みんなあれパチンコとかスロット出たら、その漫画とかアニメめっちゃ上位に上がるんだよ。あ、そう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 。ネットフリックスでシードおすすめに出てきたし、カラクリサーカス今売れてるランキング10位に入ってましたよ。あ、ま、すげえ、マジで絶対パチンコじゃん。そう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 。でも全然違った、なんか思ってたんと。あ、違ったんだ。あー、マジでシードは全然違ったな。あー、できるわ。いさ、やべ、え、誰来た来た来た。頑張れ頑張れ頑張れ。やった。ナイス。危ねえ。でもね、俺言いたい。ん？まだパチンコ打ってない人に。うん。打つな。ね、俺は言いたい。お前は俺たちになるな。バイオハザードみたいになってるよ、もう。ここには行くなみたいな。いや、本当にね、この先通ったらおめえの人生狂うぞ。今のスロットには手を出しちゃあかん。今のスロット手出したあかんかもね。脳だけ焼くし、ちゃんと負けるからな。俺は止めた上で言うけど、うん、クソ楽しいぞ。クソ楽しいぞ。ふて。ただおめえの人生終わるぞ。俺は明日も行く。明日何でしょう。明日も行く。イベントですか。いや、イベントじゃなくても行く。あ、いいね。あ、やばい、これやばいかも。死んだ。回復間に合うか。俺は間に合った。まだ回復を続けたい。行けるか、これ行けるか。マサルマサルマサルテケテケテーテーテケテケテケテーテケテー。あ、死んだな、これ。回復しろ回復しろ回復しろ。間に合った？間に合った。ナイスナイス。一番好きなスマスロなんすか？カラクリサーカス。あー、カラクリサーカスなんだ。いまだにちゃんと勝ったことございません。やめて。あ、どこ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 。わからんわからん。あ、いたいたいた、岡上だ。今日のに勝てると思うなよ。やばい、あいつ設定いいな。あいつ設定いい。あいつ設定いいっぽい。やるやるやる。めっちゃやってる。やった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 。ナイスナイスナイス。エイムがマジ冴えてるわ。あ、もし出てきたよ。オッケーオッケーオッケー。いや、一旦前へ行った方がいいかも。アンチだから。オッケーオッケーオッケー。絶対起こすでしょ。今日は負けらんねえんだよ俺たち、本当に。そうなんだ。なめんじゃねえぞ。おじさんは今日行ってきたの？行ってないっす。ただ最近俺筋肉マン好きで、スマスロの筋肉マン。なんか3日間で3万枚飲んだ台あるらしいぞ。マジ60万。うん、話題だったわ。あの台やばいよね。久々になんかえげつない台出たなって感じする。あれ化け物です。てか化け物しかいない最近は。やばい、勝ちたい勝ちたいけど、こいつ勝ったら俺たちもお話できないの。つら。あ、いる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 。どこ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 。いるわ。やっちゃったよ。ちょっと待って、やっちゃうよ、エイジさん。これもう、やだ、俺やりたくない。まだやんな。おい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 。死ぬかい。ちゃんと50%通した。ナイスナイス。絶対弱い。リボンより強すぎやろ。リボンより強すぎやろ。